昔民主党政権になった時もね、うん、当時は麻生御大が総理だったけど、うん、本当にもう麻生おろしでね、はい、もう本当に右往左往してたしね。あ、そうでしたっけ。そうそう。あ、そうで、まあちょっと漢字が読めないとかそんな話でね、言われたよね。うん、だってね、はい、政権取った民主党が今度も政権をゲアするときは、まああの時に我々も一緒に我々も戦ったけど、初めてね、維新の会で選挙したけど、はい、もうその結局民主党なくなったもんね。なくなりましたね。うん、でバラバラなって、分裂しながら、まあいつの間にかまたひっついたグループがあってて、もう分からんようになったもんね。いやでもまあ、あれは小沢一郎をやっぱり検察がやったのがでかいんじゃないですか。うん、あ、まあそれも大きいし、やっぱ鳩山さんの、なんていうかな、お金の使い方が脱税だ、なんだとか。まあでもあれはしょうがないですよ。だって、民主党は鳩山マネーで作られたわけですから。まあね。そうですよ。だって鳩山ブラザーズが、うん、そのブリヂストンのね、孫だったんで、うんうん、それはもうそこのお金をその小沢一郎が引っ張り出したっていう政党なんで、それはもう生みの苦しみみたいなもんで、それはしょうがない。まあ、完全、うん、オーナーよね。オーナーですよ。だから僕は面白いなと思ったのは、意外とみんなその歴史知らないんだなと思って、うん、まあ、たまたま僕は福岡県の久留米市ってところの高校の出身なんで、はい、そのうちの高校も石橋さんのところに